ここもなんかまるでトルコだ。そうだ。いいよ。本当だ。ねえ、あのモンブランみたいな店って食べたことある？あれどこだろう？栗のさ、ぐわー。ないんだ。どこだかわかんなくなっちゃった。お腹余裕ある？あ、全然余裕あります。食べたことあるんだ。いや、うまいって言ったら。あ、そうかそうか、それで懐かしいのね。そしてちょうだい。発見中です。で、次残高があるから。あ、なるほどなるほど。なんか飲み物、ハイボールが安いです。ちなみにコロナもある。券とお金をお取りください。ちょっとご希望のメニューを押してください。僕上食べてみたいです。発見中です。一応念のためもう十分だけどいろいろあるよね。まあいいよね。券とお金をお取りください。Uber Eats 頼んだぞいつでもできるの Uber Eats？ あ、そうですね、いつも、もう今アプリでなんかそういう、そっか、やるみたいな、オンラインにするとすぐできます。お、思ったよりでかい。ありがとうございます。はい。いただきます。いただきます。そう、思ったのと2倍ぐらいあります。だってこの鳥の半身よりさ、これ大きいですね。すごい大きい。鳥より大きいですよ。ほら。じゃじゃーん。いただきます。うん、それ辛いです。あ、ごめん、邪魔しちゃった。まずはそのまま。
ちのマヨネーズ的な、あ、ここね、ケチャップ的な塩、うん、うん、入りました、うん、このサルサ、うん、これは絶対必要、こっちにこれは便利、ジャブ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 いっちゃって美味しそう、前来た時は何を注文したんですか、鶏4分の1にご飯たっぷりと、あと豆のシチューみたいな、あのブラジルの料理があるんだけど、うん、そういうのもあったんですか、そうそう、うん、なんていうのかな、ブラジルにとってのカレーみたいなやつがあって、うん、それのついてるやつにして、うん、で、うん、まあ、今度来ることはないと思うけど、次来るんだったら半身だなって思ってた、うん、だからまた来ちゃった来ましたね、来ちゃった、アメリカは、うまい、ビールが進みますね、うん、うまここまで来ればね、そうです、あとちょっとです、うん、こっから寄り道せずに買ったらどのぐらいですか、4、5時間ですか、4、5時間だね、うん、そうなってくるともう新幹線の方が楽じゃねみたいな話、うん、乗ってる 車はミニのオープンか、あれ普段オープンにすることがあるんですか、冬はあんまりないんですか、冬はあんまりなくて、今回5回ぐらいしてるけど、あ、そうなんですか、めちゃくちゃ気持ちよかったです、あの時夏だったもんね、あ、そうですね、辛いの好き、うん、ごめんね、じゃあやってみよう、見た目すごい辛そうですね、しょっぱ辛い、お、すごいチーズが、これ少ない方でいいや、君にはもっとしょ、小さい、君には将来がたくさんある大きい方食え、まあでも同じくらいじゃないですか、うん、ありがとうございます、いただきます、はい、食レポ、ハコハコサクサク、なんかモニターいないかも、捨てるって、そのためにこれらが来たんだろうな、ですね、
このままでも大丈夫。あ、そのままでも大丈夫。うん。それいいかも。これは経験値がものを言うんだな。マスタードは振るんです。ケチャップかけてほしいです。前あったかね、こんなお願いします。